エグゼクティブエージェンシーとは、イギリスにおいて、管理及び予算について省から分離して設置される、行政機関である。イギリス政府、スコットランド政府、ウェールズ政府及び北アイルランド市政府の執行機能の一部を実行する。執行機関と訳されることもある。また、単に、エージェンシーともいう。機内各構成省庁政府外公共機関、純独立公共機関は、 小大臣の統制から真に法的かつ憲法的に分離されるが、エージェンシーは、そのいずれとも全く異なる政治機構の装置である。イギリスのエージェンシー制度を反にした制度は、他のいくつかの国々で導入されている。2016年8月上旬現在のイギリス政府の情報による、いくつかの国には、英国のエージェンシー制度を反とした制度がある。アメリカ合衆国では、 クリントン政権がこのモデルを輸入したが、その名称は、パフォーマンス、ベースドオーガニゼーションズに修正された。カナダでは、スペシャルオペレーティングエージェンシーズの名称のもと、制限付きでエージェンシー制度が採用された。このほか、オーストラリア、ジャマイカ、日本、タンザニアでも、英国のエージェンシー制度の影響を受けた、行政機構が設立された。ありがとうございます。